オンラインデバイスにシナリオをダウンロードする方法、s h o m e h o w ようこそ、オンラインデバイスにシナリオをダウンロードする方法へ。この ShOMEeHOW モジュールでは、オンラインデバイスへシナリオをダウンロードする方法をご紹介します。シナリオをダウンロードするには、まずはじめに必ず、選択したデバイス、インストラクターアプリケーションソフトウェアに、 購入したシナリオをすべて割り当ててくださいその後でインストラクターアプリケーションにシナリオをダウンロードできるようになります割り当て手順については登録されたデバイスにシナリオライセンスを割り当てる方法の Show Me h モジュールをご参照くださいダウンロード手順を実行するにはクリックしてインストラクターアプリケーションソフトウェアを開きます ソフトウェアのメニューバーにある次に、SIM ストアオプションをクリックすると、オプションのページが表示されます。オプションのページにて、SIM ストアと同期をクリックします。デバイスが SIM ストアアカウントと同期すると、進行状況を表すバーが表示されます。同期が完了すると メッセージが表示されます OK をクリックします同期が完了するとシナリオは適切にダウンロードされておりシミュレーターで起動できますインターネットに接続していないコンピューター上のデバイスを使用するにはオフラインデバイスにシナリオをダウンロードする方法についての Show Me h モジュールをご参照くださいこれで オンラインデバイスにシナリオをダウンロードする方法のショーミーハウモジュールは終了です。その他の詳細情報についてはカスタマーサービスまでお問い合わせください。